皆さんこんにちは。今回はマイナー重機集ですね。そうだ。が一つ報告がある。何ですか？この番外編だが、現状5話ごと投稿で行っている。5話ごとに2回ほどの番外編を投稿していると、さすがに回転数が悪いので次回から毎回10話ごとに番外編を投稿していこうと思う。で、今回は何を紹介するんですか？第9回からプレター91、第11回からエース44、第13回からガラ人機関12 BP45、そして元祖マンリッキャーライフル、最後にトンプソンオートライフルだ。なんか今回の選択はギクシャクしていますね。ではまずはプレター91だ。この銃器はステント UG を元に設計されたクロアチアのプレスカ工多用 SMG だ。開発背景として、当時ユーゴスラビアからの独立を達成すべく紛争を起こしたクロアチアが、独立達成後に各国から禁輸措置を食らってしまい、独立後の不安定な情勢に対してどうしても武器が必要だった。そのため第二次世界大戦で大量に生産され、活躍したステンマーク2をベースに設計し、マガジンは垂直で比較的信頼あるダブルカラムダブルフィードの UG マガジンを採用した。名称は地元の地名と開発都市をつけることでプレター91となった。ダブルフィードダブルカラムも欠点があるようですけどね。この銃器はもちろんステント同様にシンプルブローバックでオープンボルトで作動し、取り外し可能な重心オーエアボルト、リコイルバネなどもステン参考となっている。試作時点ではグリップとハンドガードは木製だったようだが、量産ではポリマーに変更された。重心のレシーバーとの取り付けはステンより簡素なエンバスネジで、安全装置はなし。開発背景の通り、急務で生産された構成となっている。発射レートは600発毎分と AK 並みで、指切りによる疑似的単発射撃が可能となっている。重傷は M3SMG を参考にしていると推測され、照準器は固定式だったが、改良されその改良サイトが不良だったという話もある。安全装置はないのはあれですが、形状やレート、そしてマガジン的にそれ相応のいい性能を出せそうな銃器なんですね。そしてこの銃器にも小音モデル、プリグ戦も存在する。1991年での実戦での運用ではプレター91は非常に良い銃器と評価されている。実際の製造数は不明で、その後の積極的な廃棄もあり現存数は少ない。2011年にナショナルソーシャリストアンダーグラウンドというネオナチグループが所有していた武器庫から、プレター91が発見されたという事例があった。これはメンバーが紛争に参戦した際に持ち帰ったものだと推測されている。次はエース44だ。ソ連軍が大いに採用する可能性があった自動小銃ですね。この銃器は1944年にアレクセイ・スダエフ氏が設計した初期のソビエト自動小銃だ。独ソ戦の真っ最中である1943年半ばにドイツ軍から鹵獲した MKB42H をソ連人民委員会視察の下で性能評価を行った結果、その近距離から中距離まで対応できる特性に感銘を受け、ソ連でもアサルトライフル開発を指導した。1943年8月当時の設計要件はこんな感じだった。モシンナガンより精度が良くならないといけないなんかは無理ですよね。ちなみに評価を受けた銃器は MKB42 だけではなく、アメリカからレンドリースにより供給された M1 カービンも同じように評価を受けていた。まずソ連設計者らの行った行動は中間弾薬の開発だ。既存の 7.62×54mm 土弾を単焦化させる方法を取り、3人の設計者と多数の銃器設計者協力のもと、理論的に約314もの実砲設計から8つに絞り、1943年12月に 7.62×41mm として採用された。設計当初は 2mm 長かったんですね。弾薬の 39mm 化は1947年に薬莢を 38.7mm まで短縮した際に故障が変化する。そのため今回紹介するエース44は全て 41mm 弾で、AK46 も 41mm 弾となっている。この新型中間弾薬を用いる自動小銃の開発として、トカレフ、シモノフ、デグチャレフ、コロビン、クズミチェフ、スダエフ氏らにより10以上の自動小銃が試作され、提出された。この時点でのアサルトライフル計画はあくまで分隊を援護する分隊支援火器のような役割を想定していたようで、これら銃器には2脚が取り付けられている。クズミチェフ氏の銃器がアサルトライフルっぽいですね。この多数の銃器設計者と共にアレクセイ・スダエフ氏がいた。彼は中間弾薬が開発されるとすぐ設計に取り掛かり、既存の開発技術や新たなアイデアを駆使してエース44を設計した。そういえばよく見かけるエース44と形状が違うような。この銃器が最初期モデル、バージョン1だ。ロングストロークガスピストンを持ち入り、プレス加工によりレシーバーを構成、そして従来の自動火器は部品をとにかく敷き詰めたのに対し、エース44はレシーバーと部品間に大きな隙間を設けた。このレシーバーと部品間に大きな隙間を設けるという要素は AK47 で行われているが、アイデアの発端はスダエフ氏だった。最初期のモデルバージョン1は 505mm 重心と固定木製重傷の影響で 1033mm とかなり長く、重量は弾薬なしで 5.67kg だった。重工装置は樽状のものを取り付けた。この銃器の開発には以前に開発して採用を勝ち取った PPS のアイデアも使われている。
初期段階時点ではどの試作銃も軍の要件を完全に満たすことができなかったが、この中で最も優秀だと言われていたのが須田 F 氏の AS44 だった。結果的に AS44 は初期選定を生き残り、評価も最高と言われていたが、一方で部品の一部ドラマーとエジェクターが脆いということが指摘されている。一番とはいえ欠点があったんですね。そのため須田 F 氏は露呈した不具合を解消することが命じられ、試験は継続された。では一旦ここで銃器の設計を話していこうと思う。基礎設計としては固定式の木製銃床、ピストルグリップ、調整可能なリアサイト、湾曲30連マガジン、木製ハンドガード、金属製2脚とほぼ AK47 同様の機能であり、現代アサルトライフルと景気が混ざったような銃器だ。ちなみに AS44 や AK47、そして SPG44 のような銃器が以前にあったことに触れておく。え？それは1920年代にアメリカで開発された M1923、ルイス自動小銃だ。この銃器は独立したピストルグリップに着脱式箱型マガジン、重心上に位置するロングストロークガスピストン、そして閉鎖にはロータリーボルトを使用している。各国でセールしていた銃器のようだ。自動小銃に2脚というアイデアは AS44 まんまですし、作動機構と閉鎖機構に関しては AK47 のそれですね。まあ、さらに深く掘ればまたパイオニアを発掘できそうだが、ここまでにしておく。トリガーメカはゼンマイを主に作動し、排気はボルトの抽出器と引き抜いた薬莢をケルトッチ消し器を設けている。そしてマズルブレーキが銃口に装着され、マガジンはダブルカラムダブルフィードの30連だ。ボルトは基本的に前進した状態で発射準備完了クローズドボルトとなり、セレクターによりセミフル切り替え可能だ。あれ？そういえば AS44 がオープンボルトにされたという話がありませんでしたっけ？リサーチ不足だと思うが、見つからなかったんだよな。で、表示画像群の通り、この銃器には7つの異なる仕様が存在する。結構豊富なバリエーションなんですね。まずは紹介したが、最初期モデルのバージョン1だ。このモデルではロングストロークにケルトボルト閉鎖を用いり、セレクターがあった。ロングストロークガスピストン方式は AK47、DP27 等が用いる作動機構で、ケルトボルト閉鎖ワンクブ42や DAR、そして ZB26 にも用いられている。前述しましたが、本当に既存のアイデアの集合作なんですね。そしてバージョン2では初期型からガスシステム周りが改善され、コッキングハンドルが左側からマガジン上右に移動した。さらに木製銃床は接触可能で、セレクターと安全装置はトリガーガード前内側に移動した。よく見るとかなり形状が変更されていますね。バージョン3ではセレクターが排除されフルオートオンリーとなり、右側の防塵カバーが改良された。重心には銃口装置が取り付けられていなかったが、代わりに重心自体に両側6つの穴がフロントサイトあたり付近に開けられている。着剣機能は排除された。重心途中のガス抜きは大幅な射程短縮になってセミオート排除ですから、このバージョンは短期間銃特化ですかね。日頃バージョンは発射ガス逃しの6つ穴はなくなり、安全装置とセレクターがトリガーハード上のレシーバー左側に移動した。4バージョンでは従来の木製銃器に近いデザインとなり、銃口装置はなくなった。5バージョン、6バージョンは4の重心変更モデルとなっている。一部で呼称される名称。実質バージョン4の中に3種の重心変更があるという感じですね。最後のモデルは後述する。1944年の夏頃までにバージョン2が完成し、1944年秋にバージョン3が試験され、問題なく試験をクリアしたらしい。おそらくこのバージョン2の頃あたりにブレンを参考に設計したバルキン氏の AB44 とシパーギン氏がペイペイ社を参考に設計した AS44 が提出されている。この上マガジンの AB44 を設計したバルキン氏は後ほど AK47 との死闘を繰り広げる AB46 の設計を行う人物だが、一方でシパーギン氏のこの銃器はそもそも中間弾薬自体が銃器に適さないことが明らかとなり、いち早く脱退している。AB44 は軽機、シパーギン自動小銃はサブマシンガンみたいですね。いつだかの試験かは把握していないが、ともかく AS44 は2脚展開時の精度が DP27 より良く、発砲効率の点で全ての拳銃弾 SMG を上回った一方、モシンナガンほどの精度を叩き出すことはできなかった。弾薬や作動機構的に無理がありますよ。これらのテストを踏まえ、評価はこうなった。1943モデル用 7.62×41mm に適応させたアサルトライフルは運用でき、フルオートでの機動性と精度の観点から、通常の SMG にとって変わることができる。ソ連の SMG 開発がほぼなかった背景にはこの評価が要因としてありそうですね。AS44 は要件をほぼ満たしていき、1945年の春にはプーラ造兵廠で試験された。さらに同年夏にはモスクワ、レニングラード、中央アジア、および南コーカサス等の幅広い地域に送られ、核軍事区域で試験された。試験の結果、AS44 は優れた銃器だが、モシンナガンほど正確ではなく射程が短い。そして2脚展開時点での射程と精度はソビエト開発 SMG より優れている一方で 5.6kg と重量が課題で2脚なしでは SMG より劣ると評価された。2脚なしの精度は SMG に劣る。
SMG と比べて重量による反動カバーがされていないのと、重傷が原因ではないかと思う。そのため、この時点でエース44の採用は見送られてしまった。もし二脚なし精度が良かったら採用されていた可能性がビレブン。この結果を受け、須田 F 氏は二脚のない OAS、須田 F の軽量自動小銃を設計した。これがバージョン7、5に当たる最終モデルだ。アサルトライフル。この銃器ではロングストロークガスピストンとケルトボルト閉鎖ではなく、ガス遅延式ブローバックに変更している。が、ガス遅延式？調査したことはない機構だが、以前より信頼性が悪化すると思う。おそらくケルトボルト閉鎖によるレシーバー重量を抑えたかったのかもしれない。この OAS では案の定フルオート時の射撃精度が低下し、委員会はこの欠点を克服するよう指摘する。さらなる試験が1946年初頭に行われる予定だったが、須田 F 氏は30代という若さで1946年8月17日に病気により死去する。そのためこれ以上のエース44試験は中止となり、結果的に採用されなかった。もしエース44が採用されれば AK47 という銃器は登場してなかったのかもしれませんね。打測だが、実はエース44は戦闘に使われている。え？それは戦争終結後のアメリカ資本主義政権とアメリカ共産主義政権による第二次南北戦争だ。は？この戦争においてロシアソビエト共和国も参戦し、共産勢力には最新兵器エース44が投入された。エース44はトンプソンより優れた性能だったが、その優れた能力を発揮できるのは市街地戦に限られていた。エース44はこの戦争の後も改良され続け、近代化されたモデルエース M62 に更新されることになる。なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか？このとんでも創作を一瞬信じてしまったウプ主であった。次は同じくソ連で、ガラミン機関銃という代物だ。これは何でしたっけ？まあ、ソ連汎用機関銃の採用を目指したものの、採用されなかった銃器だ。この銃器の設計者ゲオルギー・セメノビッチ・ガラミン氏は1913年に生まれた銃器設計者だ。彼は SA-6 の開発で知られるアレクセイ・コンスタンティノフ氏と航空機関銃の装填装置を開発したり、DS-39 の対空三脚や PTRD-1941 の共同開発。さらに1944年製や1945年製の 7.62mm オートカービンや RPD との競合を繰り広げられた KBP-790 を開発した。これらは採用されることはなかったが、1955年に再び GAU による機関銃トライアルが始動した。このトライアルでの TTT ナンバー、6822の要件は、銃器 SGM と軽機 RP46 の代替を目的とした汎用機関銃の開発だった。フルサイズ弾を用いる汎用機関銃の開発が始動したんですね。この汎用機関銃開発に伴いガラミン氏は1955年に機関銃を設計した。コードは 2BP10 だ。あれ？ AK47 とか AB46 とかそういう故障はないんですか？この汎用機関銃は遅延式ブローバックだったが、その後改良され 2BP45 となる。このモデルではガスピストン方式、ロータリーボルトとなっている。作動機構的には PK と同じですかね？ 2BP10 では弾体を直接薬室に入れる設計なようだが、一方で 2BP45 は通常の弾体が使えるよう改良されている。2BP10 は特殊な機構でしたが、2BP45 はより一般的な機構に近づいていったんですね。このコロボフ機関銃は1957年時点でテストレポートが記されている。このレポートには弾体を薬室へ直接と含まれているので、おそらく 2BP10 の時点でのレポートではないかと思う。この機関銃コロボフ機関銃は150発の弾薬箱と200発の従来の弾薬箱が装備されています。ベルトは直接薬室へ送る実験的な機構です。標準の RP46、SGM のベルトとは適合しません。重量に関しては単体で約 8.6 キロ、代替運用には約 15.1 キロと TTT 要件を満たしています。発砲精度に関しては TTT 要件を満たしていません。部品の強度、埃への耐久、クリーニングなしでの5日間の射撃において、TTT 要件を満たすことはできませんでした。通常の動作条件下では TTT の要件を満たしました。0.08 の遅延を受け取り、0.2 以下が許可されている。薬室内の弾薬の発火までの時間は350から400発後に7秒から13秒と遅延がかかり、TTT 要件を満たすことはできませんでした。レシーバーは 17,280発射撃した後にリベットが破損し、9,322発目、13,660発目、17,280発目のバネ破損、15,007発目のフロントサイト止めのボルト破損、900発射撃後にコッキングハンドルのバネ弾性が弱くなり、4,000発射撃後にレシーバーカバーのバネに亀裂が入った。これら耐久性から TTT 要件を満たすことはできませんでした。結果、部品の耐久性、弾薬の発火時間、取り扱い時の安全性、操作上の取り扱いやすさで TTT-GAU の要件を満たせず、日清機関銃 TKB521 よりを取っています。以前に改善が促されていた機関銃であり、これ以上の改良は不適切だと判断しました。つまりうまくいかなかったんですね。まあ、様々な欠陥が露呈したようだ。
その後に BP45 へとより一般的な機構に変更した銃器に変更したが、1960年7月24日に国防技術委員会が設計上の欠陥からガラミン機関銃のトライアル脱退を決定している。カラシニコフにより設計された機関銃員に、PK に勝る利点がありません。政府はこの機関銃のこれ以上のテストは不適切であると考えています。情報があまりなく、ロシア記事しかないためこの紹介はかなりガバガバだったと思う。まあ、全部の紹介がガバガバですけどね。次は万リッキーライフルの元祖、M1885 だ。あれ、これは紹介しませんでしたっけ？まあ、調査により紹介しないといけない情報も出てきたので、ピックアップしようと思った感じだ。あと元祖と紹介しているが、万リッキーライフル自体は1880年製なんかもあるので、この紹介にはやや語弊がある。1870年代、当時のオーストリア・ハンガリー帝国で用いられていた小銃はウェンドルホルブライフルだった。この銃器は約11ミリ口径で、単発、そして黒色火薬にロータリードラムボルトを閉鎖に用いるライフルだったが、当時の情勢としては連発火やボルトアクション式などを採用した銃器が登場しており、ライフル小銃の開発が飛躍的に進んだ時期だった。先が見えない時代ですよね。この主力小銃の陳腐化に新型小銃の必要性を感じたため、担当の委員会が二重帝国の次期主力小銃の検討を行うため、様々なライフルを各国から取り寄せた。検討された銃器は2種のスピタルスキーライフル、ウィンチェスターライフル、4種のマンリッキャーライフル、スペンサー銃、クロパチェック・クロマー、2種の改良されたウェンドル、様々なシュルホフ、2種のシュナウアーとリーがあったようだ。いろいろな銃器が集められたんですね。これらの銃器の検討の末、マンリッキャーライフルがオーストリア・ハンガリー軍に採用された。名称は M1885 だ。この銃器はストレートプルボルトで作動し、黒色火薬の11ミリ弾を5発の連発で射撃できる。マンリッキャー M1895 とは口径と弾薬以外変わらないんですよね。いや、よく見たら違う箇所があるという事実に気がついた。え？ M1885 と M1895 の相違点の一つというのはクリップの排出方法だ。実はこの銃器、M1895 のように前弾を繰り込んだ後に排出されるわけではなく、すべてを送った後にボルトを引くとバネによって排出される。ガーランドのような感じだ。当初は下部排出じゃなかったんですね。そしてボルトの閉鎖方法も異なっている。ウェッジロックボルトというボルト下部をブロックによってロックする機構を採用している。M1895 にて変更されたということは改善の余地があった機構なんですね。マンリッキャー M1885 は1885年から1886年の期間に試験も兼ねて配備され、約1520丁製造された。そして次第に M1885 の改良として M1886 が登場する。この時点でクリップ排出方法が下部落下に変更された。初期型から即座に変更されたんですね。そして 11×58mm 弾から 8×52mm 弾にへと昇降経過したモデル、M1888 に改良され、この動きに合わせ M1886 も昇降経過した M1886-88 に 95% が改造された。純正 M1886 は全生産の 5% のみですか。そしてついに実砲の発射薬は黒色火薬から、当時最新技術だった無煙火薬の導入にへとシフトしていくことになる。ただ二重帝国では黒色火薬実砲から無煙火薬実砲に変更するわけではなく、間にそれぞれ半分ずつ混合させた半無煙火薬実砲を開発した。この 8×50mm M90 半無煙火薬弾の高圧に耐えるよう薬室を強化したマンリッキャー M1890 に改良した。そして M1888 も薬室を強化して適合させた M1888-90 に改修している。この M1888 シリーズは改修されたものの、109万5000丁製造されたと言われている。大量生産されたんですね。一方で極東のシンでは M1888 を無断コピーしたクアイリ1888キアンナンライフルを生産していた。弾薬は 7.62×55mm 弾らしい。中国でも生産されていたんですね。一方、マンリッキャー M1890 のおそらくカービンモデルに当たる銃器、M1890 カービンも存在する。おそらく、混同するなという注意書きが見られたもんでな。危険機能なし騎兵モデルや危険機能の追加とスリングスイベル1を変更したシプッツェン、シプッツェンの付属棒を除外した憲兵モデルがあった。そしてマンリッキャー M1895 の後に開発される戦闘弾頭 8×56mm に適合させた M1890-30。そしてオーストリアから独立したハンガリーにて同様の改修を施した M1890-31 という銃器もある。さらに M1895 カービンと同じように 7.92×57mm マウザー弾に変更した M1890-24 も登場している。ここら辺の要素はほぼ M1895 と同じですよね。その後、1895年頃に完全無煙火薬に変更した際にボルトの機構も変更したマンリッキャー M1895 が開発される。そして弾頭を平頭から戦闘に変更しようと計画していたところに第一次世界大戦が勃発。各国は間に合わなく、平頭弾頭のまま戦場にへと投入されることになる。
では今回の最後、トンプソンオートライフルだ。オートオードナンス社開発の自動小銃ですね。オートオードナンス社製の最初期は1917年頃に試作されていて、それが試験されたようだが詳しいことはわからず、写真もない。この試験により取り入れた閉鎖機構、ブリッシュロックに適合するのは 45ACP 弾だけと結論付けられ、これを聞いたトンプソン氏はライフル弾を用いる自動小銃ではなく、トンプソンサブマシンガンへの開発にシフトすることになる。このトミーガンの開発が進められ、次第にオートオードナンス社はコルト社とパートナーシップを結び、トンプソン M1921 の生産を1万5000丁分コルト社で製造することになった。このトミーガン量産に踏まえ、副産物としてコルト社に製造を依頼した銃器があった。これこそがトンプソン氏主導の下で開発されていたトンプソンオートライフルだ。パートナーシップの一環でもう一つ計画を持ち込んだんですね。このトンプソンオートライフル M1921 はブローバック、そしてブリッシュ原理を閉鎖に用いており、弾薬は3006スプリングフィールド弾を用いている。無理じゃないですか？ブリッシュ原理を用いる閉鎖というのはレシーバー側に炭素鋼、ボルト側に真鍮を設け、発砲時に互いに圧力がかかると強力な摩擦が発生してボルトが圧力を低下するまで固定されるという代物だが、そもそもこの強力な圧力により一種の金属管に強力な摩擦が発生するという原理自体が間違っているので、この前提条件が機能しないことで閉鎖は正しく行われないことになる。それでもトミーガンですと拳銃弾ということもありますから、普通にある程度は作動していましたよね。一方でオートライフルはフルサイズのライフル弾を用いている。もしトミーガンのように全身と後退だけの実質シンプルブローバックとして機能する機構であれば、確実にボルトは吹っ飛んでレシーバーは破損ということになるが、オートライフルではかろうじてボルトが回転する機構となっている。回転に要する力でかろうじてという感じですか？発砲直後に閉鎖されずに真っ先に重心後端が下がり、それでボルトの閉鎖が解除されてしまう。ここで閉鎖をかろうじて援護しているのはボルトの回転と連動するコッキングハンドルだ。なんて不安定な閉鎖方法でしょうか。一応ボルトには閉鎖用のラグがあるようだが、そもそもブリッシュ原理ありきの設計なのでほとんど機能していないみたいだ。そしてこの不安定な作動機構を緩和させるため、弾薬に機械油を塗油する必要があった。オイルパッドが必要となっている。従来と比べて過剰な油が必要なんですね。言い忘れていたが、この銃器はクローズドボルトで激震はモーゼル式のボルトライフルのようにコックする。この銃の作動の様子は案の定かなり激しく、傍観者に危険が及ぶ可能性がある程度だったと言われている。やっぱり危険なんですね。ある試験では1106発射撃した後にボルトが破壊されたという記録もある。このように設計上問題ある銃器だったが、このトンプソンオートライフルは10年近く開発され、様々なバリエーションが登場している。根本的な欠陥があるこの銃器をですか？何度も画像として出した M1921 はコルト社のパテントファイアアームズマニュファクチャリング社によりスプリングフィールド造幣省に提出された。このスプリングフィールドの試験の最中にもオートライフルは改良され続け、1921年11月から12月時点でモデル PC、モデル V が提出されている。そういえばオートライフルの相談数ってどのくらいなんですか？ M1921 等の大体が5発の固定や着脱だが、モデル PC のような20連着脱マガジンを装着した試作モデルも存在する。ちなみにトンプソン M1921 はガーランドライフルの試作型であるガーランド M1921 と比較され、比べてトンプソンは悪いと評価されている。あとのガーランドですかね。この造幣省のテストは1922年、1923年後半まで行われ、最終的にトンプソンオートライフルは改善されない限り、再び試験を行うことはないと評価している。案の定ですが、評価はやはり悪いんですね。この試験の間、1922年4月にオートオードナンス社のチーフが約20から25丁ものトンプソンオートライフルを購入している。この時期に製造された銃器は M1923 と呼称されており、固定弾倉式と脱着可能弾倉式の2つがあった。個人で約20丁も購入したんですね。この仕様のオートライフルは2016年頃に取引されており、約5万6000ドルと高値で取引されている。そして経緯は不明だが、この時期あたりに 7.62×54mm 弾仕様のトンプソンオートライフルが試作されていたようだ。リムのせいでマガジンがかなり湾曲してますね。造幣省トライアルを、ヨーロッパ向けトミーガンを生産していたバーミンガムスモールアームズ社はこのトンプソンオートライフルに関しても契約を結んで生産していた。そうなんですか？この銃器では情報からの装填を行えるよう改造し、弾薬は303ブリティッシュ弾で取り外し可能な10連マガジンを備えたモデルを試作していた。BSAM1927 だ。この銃器は1927年にファークーハーヒルライフルとコルト製トンプソンと共にイギリス軍によって試験が行われた。1928年の報告によれば BSA オートライフルはファークーハーヒルを上回る程度の性能だったが、結局採用されることはなかった。イギリスでも散りましたね。1927年製は採用されずに消えた。一方、イギリスにてトンプソンオートライフルの計器仕様も試作されている。
話は戻り、トンプソンオートライフルは改良され続けられ、アメリカでは1929年まで提出され続け、試験されたが、1929年後半時点でT1ペダーセンライフルとT3ガーランドの2種のみを選定対象にすると決定した。これら2種の選定でガーランドライフルが採用され、その後の対戦で広く用いられることになる。よく知られる銃器は様々な銃器の屍の上で成り立っている。これにつきますね。では終わらせようと思う。こんな動画を最後まで見る方々はご存知だと思うが、この動画の情報は全く信用できない情報だ。そのため気になる方はぜひ調べてみてくれ。そういえばトンプソンオートライフルの閉鎖不全は最後どうなったんですかね？ M1929 時点での詳細は見つからなかったので、もしかしたら改善が図られているのかもしれない。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。また見てね。